ケジュマロクは、スロバキュア東部プレショ小剣の町。ケジュマロクへの定住は新石器時代へ遡る。13世紀、地方は、サクソン人の共同体に入っており、スロバキア人の漁業の村として、ハンガリー王国とカルパチア系ドイツ人定住地の国境の目印となっていた。1251年に、初めて記載された名は、 ラテン語名で、ビラサンクテエリザベートであった。1269年、ケジュマロクは、町の特権を得た。チーズの市場を意味するドイツ語から来た名前ヒスマルクから、ケジュマロクとなったとされている。1433年に町はフスハボートによって、著しく破壊された。1440年以後、スピシュハクは、ケジュマロクを、本拠地とした。15世紀に、ケジュマロクは、 自由王立都市となった。町は、テケエケの本拠地であった。ハンガリーのマグナートで戦士であったテケリーイムレは1657年に、この町で生まれた。彼は1705年に、亡命先のトルコで死んだが、20世紀に、彼の遺体はケジュマロクへ戻された。彼は、町のルーテル教会派教会内の貴族霊廟に、埋葬された。町には、その他、城。 多くのルネサンス期の承人邸宅、古代本の博物館などがある。ケジュマロクの最盛期には、木造のプロテスタント教会が全体を機で1688年に建てられた。教会内には木製パイプを備えたオルガンがある。ケジュマロクは、第二次世界大戦の終わりまで、少数派ドイツ人の大きな共同体があった。大きくて、活発な、 ユダヤ人共同体もあった。第二次世界大戦中、初期スロバキア共和国の賛同のもと、3000人近いケジュマロクのユダヤ人たちが、ドイツの絶滅収容所へ追放された。町の戦前のユダヤ人墓地は今は修復された。2001年度調査によると、町の人口は17,383人で、ある。そのうち95.21%は、 スロバキア人1.59%がロマ人0.83%がチェコ人0.43%がドイツ人である。信仰は77.50%がカトリック教会10.98%が無宗教4.83%がルーテル教会2.63%はギリシャカトリック教会である。ケジュマロクの前景ありがとうございます。